こんにちは、イルカです。エアコンのガスチャージやりたいけど難しいから諦めてるという方いらっしゃいましたら、そんなことはない。実はものすごく簡単です。こうやってここをボンベつないで、まあ、ボンベとそれからこのホースとですね、それからこういうバルブですね、コントロールバルブあるいはチャージバルブっていうんですが、これさえあればど素人でもできます。そんなね、危険もリスクもそんなないと思いますよ。ボンベつないで外すだけなんでね。まあ、もちろん法律違反もないし、資格も届け出もそんなん一切いりません。まあ、はっきり言って全然難しない。よろしかったらご覧ください。エアコンの冷えが悪いとき、ガスを足せば治ることも多いです。そもそもエアコンのガスの冷媒の追加補充はできないことになっています。なんでや言うたら、最近のエアコンはインバーターエアコンで、刻々と運転状況が変化して、ガスの圧力とか見てても満タンの判定が難しいということと、もう一つはですね、冷媒がこれみたいに R410A だったら、2種類のガスが混合されていて、ガスが漏れたとすると、その混合比が変化するということなんです。それで全部抜いて規定量を新たに入れ直さないといけないと言われています。私に言わせれば、こんなことは全部単なるデマです。実際私も2017年に初めてガスチャージの動画を上げたんですが、右上のカードの動画です。その時はよく分かっていなくて、動画の一番最後で R410A の追加補充はやめた方がいいと、しかしそれは間違いでした、すみません。実際追加補充は普通にちゃんとできます。非常に簡単で、失敗リスクもほとんどないことが分かりました。もちろん自分のエアコンを自分でガスチャージするなら、冷媒の購入から充填まで免許も資格も届け出も一切いりません。私は3年前からガスチャージをしていますが、その時から一応そういうことは全部調べていますし、先日は高圧ガス保安協会に電話もして確認しています。操作自体は極めて簡単です。その説明やったら3分で終わります。しかしこの動画相当長いです。しかもうんちくが多い。まあよし、これやったらできるから自分もやってみようと。初めてエアコン工事する人でも失敗しないようにするには、何が必要でどうすればいいか、細かい情報や注意点やいろんな理屈を相当しつこく説明しました。その他にも分かっている人にはちょっと退屈なエアコンの一般論的な注意点も含めて、考えられることは全部網羅しようと思って作ったので、相当長くなりまして、そのことは本当に申し訳ないんですが、ぜひぜひ最後までお付き合いいただきましたら幸いです。それとこの方法は正規の方法ではないし、プロの人はやらないです。電力計でちゃんと入ってるかどうか、最大消費電力を見てチェックします。まあ、こんなやり方はね、全て教科書にない方法ですので、まあプロの人からすればね、何やっとんねということになると思いますが、実際私はできてますんでね、間違いじゃないと思います。まあ去年の今頃ですね、この同じ服着て、ね、最大消費電力を測ってガスチャージする動画を上げました。右上のカードにありますんで、まだご覧でない方は、ぜひともご覧いただきたいと思います。それでまず去年の電力計の方法のまとめをします。この方法、たくさんの方にコメントもいただきまして、うまくいったというコメントもたくさんいただいているんですが、いくつか問題点も分かってきました。動画の中でも言っていますように、この方法は35度の猛暑日限定でしかできないと。ガスチャージできる日がね、猛暑日しかできないということで、これはかなり問題だと思ってたんですが、実はその問題は解決済みで、換算表を使えばできるということなんです。あれから1年経ちましたんで、実はその他にもいろいろと問題になったことを、解決策含めて4つほどあります。まずはその方法を初めに、まとめておきたいと思います。まずさっき言いました1番目の問題、35度の猛暑日限定でしかできないということです。これは JIS 日本産業規格で、全メーカー共通にエアコンの最大消費電力は外気温35度で測ると決めてあるからです。最大消費電力は気温で大きく変わります。気温が低くなると消費電力も小さくなってしまいます。だから35度以外の日はダメだということなんですが、しかしおおむねその最大消費電力っていうのは、その気温の飽和蒸気圧に比例するということに気づきました。飽和蒸気圧、ちょっと難しい言葉ですが、この飽和蒸気圧も最大消費電力と同じように比例してですね、気温によって下がります。その減り方とですね、最大消費電力の減り方が同じだと、同じように減っていくんだということが分かったんです。
冷媒の飽和蒸気圧というのは冷媒によって決まっていてデータとして公表されていますから、まあ、35度よりもう少し低い温度でも、まあ、これは、25度から書いていますが、まあ、こういう換算表を用意しておけば最大消費電力を予想できます。まあ、例えば27度の時だったら飽和蒸気圧が35度の時の8割程度になるんで、最大消費電力も35度の時の8割程度になります。だから例えば最大消費電力が取説にですね 1000 ワットと書いてあったら、27度の時だったらその8割の800ワットで冷媒が満タンになっていると判断すれば良いわけです。この換算表は前の動画でもこの動画でも概要欄と固定コメントに書いておきますので、またご活用いただけましたらと思います。私自身もこの方法で何台か、まあ 4,5 台ですけどね、追加充填しました。まあ、コメントでもうまくいったというお話結構たくさんいただいております。まあ、そういうわけで換算表を使って最大消費電力を測って冷媒補充するというこの方法は結構実用になると思います。ただ問題がありまして、まあ、2番目の問題はですね、 200V のエアコンの問題です。まあ、これもそうなんですが、市販の電力計はですね 100V 用ですんでね、 200V の暑いですね今日。しかしこれについては先日 200V 用の電力計を紹介しまして、これもまたこちらのカードに書いておきますが、まあ、これを使っていただければ問題ないと思います。実際この切り紙でもそれでやります。それから3つ目の問題は過充填になりやすいという問題です。まあ、電力を測定しながら充填するということはもちろん運転しながらの充填になるんですが、実際やるとボンベの栓をねちょっと開けただけで結構ドバッと冷媒が入るんですね。コツとしてはですね、これちょっと開けてすぐ閉めて、でまた電力をずっと観察してですね、しばらく観察して、そしてまたちょっと開けてピュッと閉めて、そしてまたしばらく観察する、そういうことを繰り返すのがコツです。まあ、そういうことを繰り返すんですが、そこまで慎重にやってもですね、どうしても入りすぎてしまうということがあるんですね。と言いますのは、その冷媒を入れて即電力に反映されるかというと、実はねしばらくタイムラグがあるんですよ。まあ、数十秒から1分ぐらいでしょうか、実際電力が冷媒入れることによって上がるのがちょっと遅れます。だからまだ入るまだ入る思って、開けてたら、もう電力になった思って、最大になった思って閉めてもまたどんどん上がっていくと、そういうことになって結局入れすぎてしまうということになってしまうんですね。ここでですね、さらに問題を複雑にするのがインバータエアコンだからということなんですね。インバータエアコンというのは最大消費電力になったら自動的に運転コンプレッサーの動きを制御してですね、その最大消費電力以上の電力を消費しないように調整します。これは各社にメールでも確認しています。例えば 1000 ワットのエアコンだったら、 1000 ワット以上の消費電力になったら自動的に制御が働いて 1000 ワットを超えることは絶対ないということなんです。まあ、一瞬超えたとしてもすぐ制御がかかって1000ワットまで落ちるいうことなんですね。だからこの機能があるから入れすぎたかどうかがもう一つわからない。まあ、ちょうど満タンまで入ったと思っていても実はちょっと過充電になっている可能性もあるということです。これはね、残念ながらありがちと言っても良いと思います。まあ、腹八分目と思っていてもついつい満腹まで食べてしまうのと同じでですね、ついつい、入れすぎてしまうのが人情というもんですね。まあ、つまり電力計を見ながら過充電にならないように補充するには、とにかく欲張らずに8割方入れればもう効きますから、控えめにしておく、満タンにする必要はないということです。最後4つ目の問題です。ガスが足りていないわけではないのに消費電力が少なくなる場合があります。それはですね、室内機のフィルターやファンの汚れによって、風量が少なくなっている場合です。もちろんその状態でですね、ガスを補充したら過充填につながります。ガスが足りているのにさらに入れるっていうことになりますんでね、
これはね、意外な発見です。視聴者のユムさんに教えていただいたということで、先日ですね、この右上のカードの動画にありますが、電力系の動画でですね、最後実験しまして、 1.3kW で運転してたやつのその風の取り込み口に新聞紙が置いてですね、ほとんど風を取り入れられなくしたら 1kW まで電力が下がったんですね。まあ、つまり風があんまり当たらへん状態だったら消費電力少なくなると。理由はいろいろ考えられると思いますが、まあ、単純に考えてですね、まあ、つまりこういうことです。冷媒は室内機に送られて熱交換器の辺で蒸発して冷たくなります。ところがですね、汚れてたら風がですね、熱交換器にうまく当たらないので、その冷たいまま熱交換されずにですね、そのまま冷たいままこの室外機に戻ってくることになりますね。そうするとですね、結局冷凍サイクル内の冷媒の温度がどんどん下がってくることになります。だからそれはまあね、気温が下がったと同じことで、コンプレッサーの負担自体は少なくなります。フィルターがね、汚れてたら無理をして消費電力上がるんじゃないかと思ってたんですが、実は消費電力が下がるってことですね。その状態で冷媒を補充したら、消費電力見たらですね、本来よりも小さい値になっているんで、冷媒を入れすぎてしまうということです。だから電力系で冷媒を補充するときは、エアコンがきれいに掃除されている状態でないと過充電になる可能性があります。以上が電力系による冷媒の追加補充での問題点です。まあ、なんといっても過充電のリスクが一番大きいです。エアコンというのは規定量の8割ぐらいしか冷媒が入っていなくても効きますけれども、入れすぎっていうのはもう全然いいことは一つもないんです。冷えないばかりでなく、無理をして消費電力が増えて燃費が悪くなります。よほどひどい場合には圧力が上がりすぎてもう停止してしまうということもあるみたいですね。極端な過充電の時にポンプダウンしたらどうなるかというと、ポンプダウン、この送り側の、ね、バルブ閉めてですね、どんどん冷媒を集めると。でたくさん冷媒が入りすぎている場合だったら入りきらない状態になります。それでも無理やりポンプダウン続けてたら、やはり圧力が上がりすぎて停止してしまうことになると思いますし、ひどい場合には圧縮しすぎて液体になってしまってですね、液圧縮ということが起こって壊れる可能性もありますね。まあ、それはよっぽどですが、非常に良くない状態になると思います。まあ、つまり過充電だけは絶対良くないです。前の動画、まあ、この服着た動画ですね、結構たくさん見ていただいているだけに、そのことがずっと気になっています。まあ、それではようやくですが、実際の作業を説明しながら注意点も、一つずつ詳しく説明していきます。追加充電の一般論なんですが、対象となるエアコンは配管などに不備がなく、現在は冷媒が漏れていないけれども冷媒が不足していると、そういうエアコンが対象です。当たり前ですが、現時点で冷媒が漏れてたらその修理が先です。このエアコンは先日モンキーだけでですね、取り付けたエアコンです。2013年製の三菱電機の霧ヶ峰40型です。7年落ちで買いまして、かなり古いんですが、配管の漏れは洗剤の泡で確認して全く漏れていませんでした。まあ、うまく取り付けもできてですね、よく冷えるように感じています。だからそれでいいようなもんですが、これも先日作った電力計で消費電力を確認したらですね、取説の仕様を見ると、最大消費電力は外気温度35度で 1835W となっていました。前の動画の実験では外気温が30度でしたので、消費電力はですね、この表で 87% ぐらいになるとすれば、まあ、正常ならばですね、 1600W ぐらいだと思います。しかし実際測ったところでは 1300W だったんです。まあ、それは本来的な消費電力の8割ぐらいです。まあ、冷媒の量も8割かどうかそれは分かりませんが、あまり根拠のないその経験則で言いますと、もっと減ってるんちゃうかなと思いますね。7割とかね、そんなぐらいになってるんじゃないかと思います。まあ、ともかく満タンでないことは事実です。まあ、それね、エアパージで冷媒出したからやっていうことは言わんといてください。ほんの少ししか出していません。まあ、全体の量の 1% 以下です。もうね、この話するとすぐ目くじら立てる人いるんですけども、私は何もね、冷媒を何もでも出していいと言ってるわけではなくて、できるだけ出さないように努力すべきだと思っています。
まあ、ともかく7年落ちいうこともあってエアパージのせいではないですが、まあ、現時点で冷媒がまあ少し2割か3割か足らんようなんで、この機械にガスチャージします。まあ、しかし使ってる感じではですね、冷房だけですけどもちゃんと効いてますんで、まあ、この状態からさらに冷媒を入れることができればもう新品に近い、満タンに近い状態になると思います。まず準備するものですが、まずはとりあえず冷媒のボンベですね。まあ、モノタロとかで 10kg 1万5000円とか5、6000円ですかね、します。まあ、こんなでかいのいらないんですけどね、追加補充できないのが常識になっていたんで、まあ、こういうちっちゃいねサービス感とか売ってないんですね。もうこんなでかいやつしかありません。これは NRC 容器といってですね、この辺に逆止弁ついてまして再充填ができないようなボンベです。使い捨てですね。まあ、高圧ガス保安法の適用を受けますので注意点がありまして5つですね、テロップで示しておきます。保管上の注意とかその排気上の注意、これを守れば良いということです。まあ、とにかくでかいですが通販で買えば買えます。使い終わったら大抵これ通販で買った場合にですね、容器を送り返して処分できるようになっています。そういう注意は、このボンベ買うたらその箱の中にですねそういう注意書きがありますので、それをちゃんと読むようにしてください。まあ当たり前のことですが、それとですねこのチャージホースですね、新冷媒、16分の5フレアで R410A と R30 に共通です。2000円ぐらいだと思います。まあ、1本しか使わないのでこんなもん別に色 何色でも構いません。これはまあ真空用の黄色ですけれども、そんな別に何色でも好みの色で構わないと思います。あとはですねコントロールバルブ、これも新冷媒用2000円です。16分の5フレアで、こういうバルブですね、サービスポートにつけるやつ、これはどうしても必要だと思います。まあ、結局ねボンベとホースとこのコントロールバルブですね、この3つはどうしても買わないといけません。それとですね先日紹介した 200V 用の電力計を使うとすれば2万円はちょっと超えてしまうと思いますね。そんなね1回しかやらなかったら高いし値打ちないです。こんなね 10kg でこれでも一生分あるんで、もうできるだけ何回もやってください。まあ、ちゃんとね栓閉めて涼しいとこ置いといたら使用期限もないんで、こんな10年とか経っても使えると思いますよ。つなぐだけなんで簡単にできるしね、ここつないだらだけなんでね、どんどんやってください。まあ、5回やったらね1回あたり 4,5 千円になるんで、そんなぐらいやったらまあ十分値打ちあると思います。そしたら実際つないでいきます。まずネジ外してカバー下げて外します。ここでガスチャージと全然関係ないんですが電線のことを言ってきます。これが内外接続電線、いわゆる渡り線です。工事する場合長さが足らんということで、これ途中でつないだらあかんということです。差し込みコネクタとかですね、圧着スリーブとかそういうものつないでたらダメで、一本物に限るということですね。ホームセンターにこういう差し込みコネクタとか圧着スリーブ売ってますけど、まあ、経産省のライトがわざわざ引き出してパンパンショートさせて警告しています。カード貼っときます。各メーカー据え付け説明書にも渡り線の中間接続は絶対しないでくださいっていうふうに書いてあります。つまり渡り線の中間接続が行われたらメーカーとしては一切責任持ちませんという話ですが、そんな当たり前のことで、工事に関係することは当然メーカーが責任を持つ必要はありません。中間接続の作業は渡り線であってもですね、電気工事士の資格がいるということですので、素人は自分のエアコンであってもできないんですが、しかしねこれ素人には全然関係ないとは言えないです。実際よくあることだと思うんですが、壁の中に埋め込んである隠蔽配管ですね、まあ、そういうエアコンの更新工事では元の線とか配管、そういうのを再利用しないといけないんですが、渡り線の長さがですねちょっと足らんかったらどうするのかということですね。そんな場合ですね、延長用の渡り線をちょっと接続しないとどうしようもないことになります。しかし経産省もメーカーもですね一緒になってそんな絶対ダメだって言っているのでできないです。もちろん自分でやることも禁止、電気工事士の資格なかったら無理だったら工事業者さんの責任で
やる以外方法がないということですね。現実問題ね、こういう場合ね、どうすればいいのか、その私には分かりません。事故情報データバンクシステムで私が調べたところでは、この10年間に渡り線のその中間接続で火災になったという事故は10年間で5件です。まあこれはね、それほど多いわけではないけれども、火災なので非常にリスクは大きいですね。まあ、量販店ではですね、花からこういう既存の線を利用するような工事は受け負わないことが多いので、リスクが多いからですね。まあ、実際ではそれでね、融通が効かんやないかということで、ユーザーというか、まあ世襲とですね、揉めることが多いらしいです。まあ、これはね、責任問題ということが絡んでるんでね、難しいですね。まあ、この話やりだして長くなるんで、この辺でやめときます。渡り線はこの室外機に書いてあるこのゲージを見て15ミリですね、これ15ミリとか、被覆を剥いて、そしてですね、この窓ありますよね、この窓を見て、ここまで線が入っていることを必ず確認して、被覆の根元まで差し込むと。入り方が浅いといけません。裸の線が見えてたらあかんと。この辺、ぐにゃぐにゃ曲がっててもダメです。このまあこの程度ならいいかという感じでしょうか。 VVF ケーブルの処理は基本電気工事士とか資格がいるんですが、エアコンの渡り線の配線に関してはまあええやろということになっています。しかしここはいい加減にやったらそやから素人あかんやということになるんで、 DIY をやる人は、この辺きちんとやっていただきたいと思います。サービスポートはこちら側の戻り側の太い方の管がつながっている方のバルブのその先にちょこっと出ている16分の5フレアのこの部分がサービスポートです。これは今袋ナットがかぶっています。ここを袋ナット3つありますね。エアコン設置当初に洗剤つけたりして漏れが確認できるほどの量でもなくてもですね、実は2年とか3年とか長い年月とともに徐々に漏れてくるようなスローリークという現象があります。実際このエアコンもね、8割ほどしか冷媒が入っていないんで、そのスローリークで漏れたのかもしれません。まあここ、ちょっと見えてませんが、それはこの配管をつないだフレア接続の部分から漏れるということもあるんですが、その場合は初めからほんの少しずつ漏れるようです。それ以外に5年とかですね、時には10年近く経ってからゆっくり漏れる場合があって、それは室内機の熱交換器に何か腐食してアリノス状の小さい穴ピンホールが開いてしまうということもあるようですが、実はもっと簡単なことでですね、ここのこの3箇所のキャップ、これが緩い場合にもですね、スローリークが、起こることがあるんです。これとこれは中にスピンドルバルブが入っています。普通 の, あの水道の線と同じようなあのバルブですね。送り側と受け側のバルブです。このバルブのパッキンとかが長年経つと劣化して、ここからガスが漏れてくるんですね。でサービスポートならこの中にバルブコアというやつが入っていまして、バルブコアが劣化してだんだん出てくるんです。古いエアコンの場合、このキャップをですね、外すときにプシュって音がしたり、ひどい場合にはこのヒデさん言ってましたけど、これこう回していったら袋のこの袋ナットがパーンって飛んだということもあるようです。だからこのキャップとなっている袋ナットはきっちり締める必要があります。ここから冷媒が漏れるということもあるということです。まあ、トルクとかこう決まってるみたいですけど、まあ、こんなもんはね、かなり強く締めてもそうそう壊れはしないと思います。まあ、こんなんね、もうギュッと締めれば良いと思います。ギュッとね、まあ、これもちゃんと締まってますけどね。で配管の方はこっちの方はですね、こっちのフレアナットの方はもう触らぬ神にたたりなしで、止まってるならこっちは触らない方がいいと思います。よくあるのが室外機のこの全体の向きを変えたりして移動させたりした時に、配管のフレア接続部分に無理な力がかかって冷媒が漏れ始めたりすることです。まあ、とにかくフレア接続部分、この部分はですね、余計な刺激を加えないと、そっとしておくことです。冷媒のボベをホースで室外機につないで冷媒を補充します。
室外機につなぐところはこちらのサービスポートです。このキャップになってるね、袋ナットを外します。まあこれ今ちょっとなんか落としたR410A 以降 R30 にも全部同じ規格の16分の5フレアです。実はこれ自動車のタイヤの空気を入れるバルブと構造としては全く同じになっています。この穴の中にタイヤのバルブの虫が入っていて、それはバルブコアと言います。この虫を押さえるとバルブが開く構造になっています。前の取り付け動画ではその虫を竹串で押さえてポリ袋の中の冷媒を出してエアパージしました。今度はここにこれですね、コントロールバルブをつけます。コントロールバルブというのはこういうもんです。コントロールバルブ、別名チャージバルブとも言います。このつまみですね、見たら右に回したら開くと、左に回したら閉まるというふうになっています。これ反対側見てみると、これがサービスポートにねじ込む方ですね。わかるでしょうか。これどういうことかというと、これで今一番左に回し切ってこれ閉じている状態なんですね。でこれを右に回してずっとこう今右に回していくと、これどうなるかというと、この真ん中のところがだんだん出てきますね。こうやって今出てきました。完全にこの真ん中のところが虫押しといってですね、真ん中の突起が飛び出してきます。これでサービスポートに取り付けた状態やったら、その中の虫を押すことになります。それでサービスポートが開くということになります。だから右回りに回したら開くんです。しかしコントロールバルブを取り付けるときは当然右に回して開く状態で取り付けた、それは取り付けの途中からガスが吹き出してコントロールバルブの意味もないし絶対ダメです。必ず左に回し切ってですね、これ虫押しをこれ引っ込めた状態ですね。これ引っ込めた状態わかるでしょうか。この引っ込めた状態で、取り付けます。まあ、これは、手でギュッと締めればそれで大丈夫です。この状態ではサービスポートは閉じられた状態ですが、このつまみを右に回せば、さっきの棒がですね、今回したらここから出るからあかんけども、この状態でこのつまみを右に回せば、やがてさっきの棒がですね、中で虫を押してサービスポートが開くことになります。ここで注意することなんですが、このサービスポートの中の虫は非常に壊れやすいということなんですね。でこのコントロールバルブのつまみを右に回していくと虫を押さえるんですが、これ思いっきり最後までギュッと回すとですね、バルブコアを潰してしまうことが非常によくあります。これ思いっきり回すとですね、中のこのバルブコアを潰してしまうことが非常によくあるんです。虫を押す棒が出すぎるんですね。この棒が実際明らかにそれが原因で虫が潰れているエアコンを見たことがあります。でこれは力を入れてギュウギュウ回すもんやなくて、もうくるくる回していったらバルブが開く感じがしたら、そこからまあ1回転ぐらいですかね、そんなぐらいで十分なんで、それ以上力を入れて回したりしないように注意します。まあこれはそういうことなんですが、今は虫押しが引っ込めている状態ですね。次はボンベにホースをつなぎます。このホースは、チャージホースといって、片っぽにこういうふうに、虫を押す突起がありますね。だからこういう製品があるということはですね、昔は普通にですね、これ直接サービスポートにつけるということをやっていたということですね。まあ、今でもやっておられる方もいらっしゃると思いますが、取り付け取り外しはですね、これネジなんで手早く締めたり緩めたりしないと、ネチネチ回してたらプシャーと冷媒が漏れるんですね。そんなんこの間エアパージしたどころの量やないですよ。プシャーと出てきますからね。自動車のタイヤの何しろこれ10倍ぐらいの圧力かかってますんでね、20気圧とかすごいです。もちろん早くできる自信のある人、プロの人とかですね、そういう場合はですね、コントロールバルブ使わずに直接つければいいと思いますが、素人が普通に素手でやると凍傷とかなるかもしれんし、フロンをちょっとでも出さんようにしようと思ったら、さっきのコントロールバルブ、これですね、このコントロールバルブをつないだ方が良いということです。
大体最近はタスコとかではですね、こういうふうな虫押しがついているようなチャージホース売ってないようですね。でこの場合コントロールバルブを使うのでどちらでも良いですけれども、一応虫押しのついていない方を、こっちの全然ついていない方ですね、これをボンベにつなぐことにしますね。でこれも手で締めればそれで OK ですね。工具を使わない、手で思いっきり締めたらいいです。でサービスポートにコントロールバルブをつける前に、このホースの中ですね、ここに空気が入っています。先にこのホースにコントロールバルブをつけておきましょう。まあ どっちでもいいんですけども、コントロールバルブをつけて、これは今閉の状態ですね。空気が入っているので、その空気を追い出します。ちょっとボンベの栓を緩めます。これ今圧力かかりましたね。そしてまた閉めて中の空気を追い出します。そしてサービスポートにこれをつけます。まあフロンをちょっとでも出さんようにしようと思ったら、こういうコントロールバルブを使った方が良いと思います。まあ言うまでもないことですが、フロンはほとんど出していません。ホースの中の空気を追い出したということです。これでボンベとエアコンがホースでつながりました。次に注意することは、冷媒のボンベとか、まあ、室外機ですね、こういうところに直射日光を当てないということです。こういうところにですね、直射日光を当てると、あの日光の輻射熱でこの中の温度が上がったりします。今も実はこういう状態ですね。分かるでしょうか、これ今あの日光が当たる状態なんですが、ブルーシートでですね、日光が当たらないように遮っています。まあ、室外機やボンベに直射日光が当たったりすると、日光の輻射熱でそのボンベや室外機が熱せられて、中の気体の温度も上がっていきます。要はですね、ボンベや室内機はその時の気温と同じにしないといけないので、どうしても直射日光が当たるところであれば傘でもシートでもとにかく影を作るようにしてください。エアコンのコンセントに電力計をセットして、風量を最大、設定温度最低にしてエアコンを運転します。しばらくして落ち着いた頃の消費電力を見ます。取扱説明書の仕様に書いてある最大消費電力と比べます。この時室外機付近の温度が35度以下であれば、換算表で換算して控えめの電力を最大消費電力とします。R410A と R32 の換算表は説明文と固定コメントに書いておきますのでご活用ください。例えば33度でしたら 95% ぐらいの電力です。まあ、さらにその消費電力の9割ぐらいを消費電力の目標値とすれば安全です。それ以上充填する必要ははっきり言ってないです。とにかく過ぎたるは及ばざるがごとし、控えめにするのがコツです。足りなくてもまたチャージすれば良いだけの話ですが、入れすぎるとこれがね、面倒なことになるんですわ。プシューと出すわけにいきません。電力計による冷媒の補充の仕方の一番大事なことなんですが、電力とガスの補充にタイムラグがあるんですね。だからちょっと開けてピュッと閉めるんです、すぐに。そして電力計をじっと見る。そしたらしばらくしてから、まあ、10秒20秒ではなかなか上がりませんね。30秒から、まあ、1分ぐらいしてやっと電力が上がり始めるんですね。まあ、そういうタイムラグがあるから、ピュッと開けてピュッと閉めて、それを繰り返すということが大事です。それはね、本当に強調しておきたいです。電力が上がるまでね、反応があるまでずっと開けとくと、これはもう絶対入れすぎになります。まだやまだや思ってずっと開けっぱなしにしといて、おお、ええ感じになってきた思って閉めたら、なんか目標を超えてしまったって、そういうことがあるんです。タイムラグがある、遅れるんですね、反応が。だから閉めてもまだだいぶ上がりよると。だからくれぐれもちょっと開けてはすぐ閉めて、そして電力をしばらく1分以上ぐらい観察する、まあ、それを繰り返して換算後の最大消費電力の9割程度を目標とします。なお35度以上であってもですね、取扱説明書の最大消費電力を超えることはありません。だから35度以下の時にですね、この調整をしないと
うまくいかないと思います。あとは直射日光当てないとかですね、前の動画で説明した通りです。これでガスチャージの原理や方法については終わりました。次にこの方法で実際にやった結果を見ていただいて、その方法がうまくいったのかどうか検証してみたいと思います。いろいろ理屈を言いましたが、果たしてその本当に理屈通りになっていたのか、圧力も測定して調べてみました。その検証のためには圧力計が必要です。圧力計は中国製ですが、これちょっと面白いものなので簡単に紹介しておきます。買ったのはこのメーターの部分、青いとこですね。この下の部分、マニホールドは以前持ってたって今でも持ってるんですが、このタスコの真空系のマニホールドです。これね、1メートルぐらいの高さの、このぐらいの高さから落としてしまったんですわ。そしたら中のブルドン管が一発で折れてしまって、もうこれ全然使えない、変な圧力示しています。それでですね、真空引きなんかはもうずっとこのちょっとでも安い不装の真空ゲージでやっていました。メーターのネジっていうのはね、これ8分の1 NPT っていうそのテーパーネジで全部共通なんです。だからマニホールドには全部差し替えができるんですよ。これも8分の1 NPT です。壊れたら水道のシールテープありますね、あの白いやつ、それを巻きつけて、でマニホールドに付け替えたらマニホールドは共通で使えます。このゲージはですね、昨年アリエキスプレスで4000円ほどで買いました。圧力範囲はマイナス 0.1 から5メガパスカルなので、真空から高圧までこれ一つでいけます。まあ家庭用の場合高圧はありませんけどね、まあ余裕で真空から低圧まではいけます。4桁までね表示されるんで、精度は知りませんが分解能は十分です。電池は裏側のここ開けたら、これは100均で買った 006P 9V のやつですね、あの箱型の電池です。これが電源スイッチで、最初例によって青い照明ですね、中国製はみんな青い照明です。今大気圧なんで照明今落ちましたが 0.0 ですね、だいたい0メガパスカルです。ここにメニューボタンがありましてね、今 R410A になっていますが、ここで冷媒を切り替えられるんですね。あ、134とかですね、123で、 R32 ももちろんあります。 R22 もあります。R12、R600、まあいろいろあるんですが、そんな例外を知りません。R410A に、まあ一応合わせておきますよね。で、何のために例外を切り替えるかというと、この右上のところに表示される、これ今、温度ですね。この圧力で飽和状態にある、この例外のこの温度はこういう温度ですということですね。これはつまり、1気圧の下で飽和状態にある場合であれば、 R410A はマイナス51度であるということですね。まあ、これはつまり沸点です。つまり各冷媒ごとの飽和蒸気圧に対する飽和温度が記録されていて、自動表示されるようになっているということです。あ、すいません、ちょっとややこしいですが、要するにこれ優れものです。仕様としてはタスコの TA141DZ と同じです。信頼性はどうなのかそんな知りませんけど、値段は5分の1です。もうびっくりしますよね、もう中国製。この圧力計でですね、ボンベやエアコンのサービスポートからの圧力を見てですね、冷媒の充填の様子うまくいったかどうか検証してみたいと思います。電力計を見て補充します。今スイッチを入れた、コンプレッサー回り出した、でこれは引かれてくると、最低温度で最大風量にして運転をしてみて、数分するとコンプレッサーが目いっぱい回り出すので、消費電力を見てみると、今何ワット？630ワット。まあ1メガ。取説によれば最大消費電力は1835ワットです。これは35度の時の値です。先ほどから気温が上がって今33度なので、最大消費電力の 95% くらいで良いと思います。そうすると1743ワットが33度の最大消費電力になります。
控えめにしておいた方が良いので、1700ワットぐらいを目標にあと少しだけ冷媒を追加します。はい、コンプレッサーまた音が上がりました。最高出力の状態、戻りが 16.5 度、送りが27 度。それでは充填を開始します。今何本？ 1.58。 もうほとんど入ってます。少しだけ入れます。これでどう？少し消費電力が上がったので、すぐに閉じてしばらく消費電力を見ます。 50g 入ったな。ちょっと閉めよう。室内のかみさんに消費電力を呼んでもらいました。ちょっと今閉めます。すると消費電力が徐々に上がっていき、 1.64、 65、あれよとあれよという間に 66。 増えてんな。66、67。何かもう偶然にもですね、うまい具合にこのちょっとの補充でこれでとりあえず目標の 1700W になってしまいました。70になった。じゃあもう一応全然入れてなかったけど、徐々に入れんとあかんねんな。もうちょっと開けてしばらく閉めてっていう感じで、もうこれ以上入れることもないと思ったので充填を終了します。ボンベのバルブを開けてしばらく消費電力が上がらなかったので長く開けすぎました。消費電力が上がるまでかなりタイムラグがあります。ボンベのバルブを少し開けてはすぐ閉じて消費電力の変化をしばらく、まあ1分ほど見ると、こういうことを何度も繰り返した方が良かったし安全です。結局重さにすれば 50g くらい入りました。最終的に電力計で冷媒の量が目標に達した状態で、低圧圧力は 0.934MPa、 この圧力の飽和温度は 8.5 度、戻り側配管温度は11 度、送り側配管温度は25 度といった実測値となりました。これ一度に 50g 入れてしまったので途中の変化が分からず、封入量と低圧圧力、それから消費電力、戻り側温度、そういうのの相関関係が不明です。大変申し訳ないです。低圧圧力は飽和温度がですね 8.5 度ぐらいなので、エバポレーターですね、室内機の熱交換器の蒸発温度というのはやや低めになっているような気がします。まあそれは若干冷媒が少ないのかなとも思います。しかしもちろんですね、飽和温度が0度以下など、まあ、霜がつくような温度ですね、そういう温度にはならなかったし、まあ、送り側の配管温度がですね25度ありますから、もうほんまにね、冷媒が足りんエアコンだったら送り側に霜がつくぐらいですから、まあ冷媒が足りていない状況ではないと思います。ゲルさんはコメントで、低圧圧力の適正範囲が 0.8 から 1.2MPa と示してくださいましたので、まあ、この範囲にあるかどうかということを圧力計などで確認できれば、消費電力と合わせて適正に冷媒が充填されたかという判断はかなり正確にできるんじゃないかと思います。よくルームエアコンは低圧圧力しかわからないから、高圧わからないから追加補充の時に正確な冷媒の量が把握できないんではないかと言われるんですが、まあ、このような低圧圧力の目安とかですね、機種ごとの最大消費電力を調べて比較してみて控えめに充填すれば、正確とはいかないにしてもですね、かなり実用上問題ないような良い充填ができると思います。まあ、実際使ってみた感じ、冷房運転に限っては、今日でも35度の猛暑日ですが、設定温度26度にして、そしてですね、最初は結構ね電気食いますけれども、 1kW 以上の電力になりますが、設定温度に達すれば、500W とかですね、最大消費電力3分の1とか、そんなぐらいの電力で十分によく冷えています。
まあ、全然無理しているような感じはなくって、まあ、ほぼ適正な量の冷媒が入っているように感じています。冬場になってまた暖房の効きが悪いとかそういうようなことがあれば、またその対応も含めてレポートしたいと思います。ガスチャージを終えて3週間くらい経ちました。この間ずっと消費電力計をつけて運転をしています。まあ、再現された場合はしばらくは消費電力計をつけて、最大消費電力を超えるような、まあ、それに近い状態にならないかどうか監視を続けていただきたいと思います。私の動画は、まあ、他の動画でも言えることですが、あくまで叩き台として見ていただいて、まあ、ご自身でね、ここはこうした方が良いと思われるのであれば、そのご環境に合わせてアレンジしていただくのが良いと思います。まあ、結局いつものように自己責任ということになります。自己責任というのは便利な言葉ですねとご批判を受けます。まあ、無責任ということですね。それはその通りなんです。まあ、はっきり言ってその点では無責任です。まあ、しかしそれでないとですね、こんなふうな教科書にないことは一切発表できないし、私のチャンネルのほとんどの動画は公開できないことになってしまいます。もちろん教科書は大事です。大事ですから、それはもう分かった上でなんですが、分かっとかないといけないんですが、その分かった上で教科書が何だと、教科書がどうしたというふうにも思うんです。実際にはですね、教科書にない世界の方がずっと広いということです。長い動画になってしまいました。ほんまに貴重なお時間を拝借しまして本当にありがとうございます。あとはこのガスチャージ動画に直接関係ないんですが、長くなりついでに申し訳ないです。先日上げましたヒデさんの動画に対する反論動画についてコメントもたくさんいただいておりますので、少しお話しさせてください。ともかくこの問題につきましては、自動車関係の動画を出されているグッドスピードさん、この方の説明に尽きると思います。それでその説明をさせてください。十字を書きます。エアコン工事をする人をこの4種類の人に分けて考えます。それはですね、ちゃんとしたプロの人、そして良くないプロの人、でちゃんとした DIY の人、良くない DIY の人、実際ほとんどのプロの人はちゃんと工事する人だと思いますよ。このいい加減なプロの人っていうのは非常に少ないと思います。それは同じことが言えてましてね、 DIY の人でも自分のエアコンのことを丁寧に調べて丁寧に作業する DIY の人は多いと思うんです。ところが中にはですね、全然よう分からんのに適当にやってしまうという人もいるとは思います。まあ、それはヒデさんがおっしゃるようにいい加減な DIY の人もいることは事実です。動画や動画のコメントなどでプロの人ですね、プロの人で DIY はダメだという人がいます。逆に DIY の人でですね、業者は信用できないのでとか、業者で苦い経験をしたという人もいます。まあ、そういうふうに意見する人はこっちの人なんですね。まあ、そうやって問題意識を持って発言する人っていうのは大概がこっちの真面目な人なんです。しかしですね、本当はお互いにですね、こっちの人はこのダメな人に対して文句があるはずなんです。こっちの少数の DIY のいい加減な人に対して文句があるはずなのに、しかし実際には全体を一括りにして DIY 全般について文句を言ってしまう。あるいは逆にですね、 DIY の人もこっちの人に対してこの非常に少ない、ええ加減なプロの人に対して文句があるはずなのに、プロはダメだ、そういう形で全体を一括りにして文句を言ってしまう、そういうことになりがちなんですね。なんでかというと、ちゃんとした人は大多数なんだけど目立たないんですよ。なんでかというと、それで当たり前だから。逆に迷惑なプロとか迷惑な DIY っていうのは目立つんです。それはもう実際に嫌な目にあったから。そうするとプロの人はこっちの DIY の人に文句はあるはずなんだけれども、 DIY 全体を一括りにして文句を言ってしまうことになるし、逆に DIY の人もこっちの方に文句があるはずなんだけれども、これプロ全体に対して悪い印象を持ってしまう。だから素人はダメなんだ、
だからプロは信用できない、そういう形になってしまうんですね。ちゃんとやってる DIY の人、ちゃんとやってるプロの人からすれば、自分はちゃんとやってるということがあるからなおのこと文句がある。しかしですね、ここで不幸なことが起こるのは、こちらに文句を言ったらこの人は反応するかというと、この人は全然気にしてない。逆にこっちの人が反応する。こう文句を言ったらですね、 DIY の人がプロに対して文句を言ったら、こっちの人がこう反応する。それなんでかというと、こっちの人はですね、ちゃんとやってるから、なんでそんなこと言われないのかという気持ちになるんですね。こっちの人はね、あんまり全然言ってもね、全然気にしてないです。それで最悪なのが、お互いちゃんとやってる者同士が対立関係になってしまう。お互いちゃんとやってるのに、お互いダメだと言い合ってるような形になってしまうということです。ここでですね、対立していてもこっちの人はね、全然関係ないんです。だから何にも状況は良くならない。だからそんなことをしても全く不毛だということです。だからね、お互いにこういうことで批判されたとしても、こう批判されたとしたらですね、ここの人はこう返すんじゃなくてですね、そうじゃなくて同じように、ああそうですね、変な DIY の人もいますねっていうふうに同じように攻撃すりゃいいんですよ。で、逆にですね、こっちに批判したとしたら、このプロの人はこっちに返すんじゃなくて、こっちに迷惑なんですよねっていうふうな形でですね、反応すればいいわけで、ここの間での対立っていうのはあってはならないと思うんですね。この上の人はですね、こうなったとしてもですね、自分のこととして反応する必要はない、逆についても同じです。こちらに反応すればいいと。まあね、こういうふうに言われたらそうなんですよ、もう困ったもんですわ、もうめちゃくちゃやってしまうとか、プロの人でもね、本当に、とんでもないことをやる人がいますねっていう形で、こちらの人に対してやはり言うべきであって、ちゃんとやってる者同士は決して共存できないことはないと思うんです。ここにいる人はどっちもまともな人同士ですから、こう対立関係になるものでもないし、それはもちろんプロと素人の差はありますから、もちろん、距離はあると思いますが、お互いに共存できると思います。お互いですね、こちらの方が大多数なんですから、大多数の人を尊重し合っていこうよということです。グッドスピードさんはトラックのドライバーでですね、トラックと一般車をめぐるマナーのトラブルをこういうふうな形でですね、説明されていました。同じようなことはいろんなところであると思います。そういう場合、多くの人はまともです。一部の迷惑な人が全体をかき回して、もう対立構造になってしまう。誰が問題なのかを間違ってはいけないと思います。あともう一言、サブチャンネル DIY をめぐる家族の冒険、かみさんと息子が一生懸命やってるようですので、またお手すきの時にご覧いただけましたら幸いです。本当に長々とすいません、ここまでご覧いただいて本当に、お疲れ様です。感謝いたします。いや、全く長時間お付き合いいただきまして本当になんか申し訳ないです。時々こういう風な非常に長い動画出してしまいます。申し訳ないです。これに懲りずにですね、またよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。